今回は前々回行けなかったハティ&スコルのボスを倒しに行きたいと思います。よっ、はい、ここですね。ここがね、前回僕たちが行けなかったね、アスガルドですね。シャドウメイン掴めるときに来てるんですけども、ここだったみたいですね、ハティ&スコルは。そうです、バカみたいに何もないところ探してな、おい、ディメンションに別やないかっていうことに気づいて、まあシャドウメインを捕まえてっていうところで終わってるね。まあ前回ね、ベーラがね結構あっさり倒しちゃったんでね、今回も余裕なんじゃないかなとは思ってるんですが、一応ね今最高戦力のシャドウメインたちを連れてきてるので、気合い入れてねやっていきたいと思います。それじゃあ、僕の使おう。うわぁ、飛んだ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 、バーン、いけ、打ちかける、うわぁ、すげぇ、打ちかける足や、ご利用しような、やっぱな、死ぬ、あ、救出されました。救出100、185 185? 185? いた、うえぇー、ユキポリも一発耐えたぞ。方向ブーストむっちゃ早なんねんて、マジで。ほら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 、もうどこまでも行けるわ。バイバイ。これ当たった当たった当たよ。これですね。全然違うとこいいよ。全然すぐそこや。ああ、テラコレオ、テラコ、テラコレオ。え？これ？普通に地面に出るんや。じゃあ俺たちがさ倒せへんかったらさ、もう自然環境が変わってしまうやん。ボスが倒せへんってことは。確かに野放しになってしまうかもしれへんな。そういう責任も持って生物で遊ぶとはそういうことやからな。じゃあ今回のねボス戦のメンバーをサクッと紹介していきます。まあいつも通りね、ヨモギ夫人とハクリクトンにね火薬をしてもらいつつ、シャドウメインに乗って攻撃をして、ヨイチは動画界で捕まえた道かけることをディロニクス君道かける、卵からね産んで、はい、卵から産んで大事に大事に育てました。ここで死にます、今日は。かもしれない、体力4000ぐらい果ててもらいます今日は。でまあいつものねタンカーこと窓際族くん、お前昇進できるかもしれないぞ、頑張れよ、期待してる。あ、でも前回耐えてますから実績がありますか、一応新入社員これの保証なしジャンク品と動作未確認テクニックか。窓際と被ってないそいつ。あ、確かに色思ったより思ったより被ってるな。売り二つや。あ、生き別れの兄弟かも、はい、じゃあ行くで、よーい、はい、スタート。来たー、どこだ、どこに湧いた、どこ行った、あ、あれいたいた、あ、湧いてる湧いてる湧いてる出てる、あー、あ、いて、いる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 、左右によるここにゼリーみたいないる、行けい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 け、おー、でっかっこよ、え、なに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 、うわー、飛んだ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 、あ、違う違う、いっぱいいっぱいいっぱい出たいっぱい出たいっぱい出た、周りの犬多分死んだ、うん、周りの犬死んでる、うん、オッケー、いけ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 、楽しい、崩れ崩れ、足や、足元いけ、バーン、いけ、打ちかける、うわー、すげー、足や、うわー、なになに、爆発してきた、なんか燃えてる、燃えてる、やばい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 、てか画面周りを、違う違う違う、画面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 がね暗くなるだけ、これ俺のシャドウメイン強すぎる。ゲージのさ攻撃が24000出た、いけいけ、よし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 、スコール倒した、スコール倒した、ハティやと、どこ行った、ほらほらほら、こっち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 、あ、ナイスナイスナイス、うーん、スコール行ったか、ザーン、はい、どっちがスコール、どっちがハティか分からんけど、動作未確認、返品不可が死んだ、あーあ動作未確認、あ、でも倒した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 んで、尊い犠牲の上、あー末に勝てた、ちょい、どこ行った動作未確認、ヨモギ夫人が一個も動いてない。ここでずっと立ってるヨモギ夫人、まあ、夫人やしな。いやー、よくやった、勝てたぞー。で、星は、星は誰が持ってんだ、あ、俺持ってます、マインドリル職人見習い、おお、金属の鎧、頭だけ職人見習い、あー、動作未確認保証なしが名前の通りジャンク品のバラバラになってしまった。体力半分くらい持ってかれとるわ、窓際こいつも半分以上持ってかれてるわ、ちょ、うんこ拾っちゃったの間違えて、くんとけ、いらん、死んじゃう、うんち食ったら、まあね、ちょっとね、ボス戦だけだとね物足りないんで、ここね、アスガルド実は前回行った時僕たち気づかなかったんですけど、洞窟があるらしくて、もしかするとね、その奥にロックドレイクとなる新生物がいるらしいのでね、ちょっとそれを探しに行きたいなと思います。楽しみや、はい、うん、あった、あ、洞窟ありました、あ、これか、目の前のやつか、うん、放射線が出てるかもしらんけど、まあ突っ切るか、え、どっくらい体力持ってかれるかによるかな、もしヤバそうなら引き返そう、うん、じゃあ下見やな、
無理だね。じゃあ行こう。オーケー。ステルスする？いや、したら遅なる。遅なるな。お、ローディングが。あー、今んとこ、あ、あー、やばそう、やばそう。帰ろ、帰ろ。あのね、やばい、やばい、やばい。あのね、やばい。あの、行っても、行ってもずっともう書く、書く、ずっと書く、これ。ムーク。ずっと書くです、これ。これ、目の前がもうすごいことになるわ。うわー、すごい。神秘、あ、神秘的。いや、神秘的やけど良くない。え、何これ？なんか、あ、ロックドレイクや。いた？いた？でも帰ってこいよ。帰ってこいよ。死ぬぞ。でも画面がなんかラリットルみたいな。やばい、やばい、やばい。あ、帰ってこいって。お前ら。帰ってる、帰ってる。もう帰ってるよ。これな、あれやぞ、1分間くらい継続するから、危ないぞ、マジで。うん、これ、やぶないかも。これ、行かれへん、行かれへん、無理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 。結構、うん、結構な割合でダメージ持ってかれたわ。ちょっとね、画面が、うん、あのね、収録に向いてない。200秒間ぐらいの今、ダメージ受けてます。あ、そうな、俺1分ちょっとくらいで止まったけど、多分ずっと入ってたからやと思う、それ。うん、うん、そうやと思う。帰れよって言ったのに、ロックドレイクやって言ってた。ステルスしてる恐竜がおって、そいつを殴ったらロックドレイクやった。え、やべ。しかもロックドレイクめっちゃでかかったり、シャドウメイルでかかったり。うそ、まあ、ただ回復したことやし、もう一回行きます。いや、行くな行くな行くな。お前死ぬのは本人やからな。行くけど。確かに。うわー、うわー、行き上がる。痛い。おー、なんかカリカリいいよ。おい、卵ある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 。取れ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 、ロックドレイクの卵や、取れ取れ。で、取ってくれて、取ってくれ、上がれへん、上がれへん、上がれへん、ちょっと引っかかった、引っかかった、殺せ、殺せ、殺せる、殺せ、殺せ、あかん、もう俺、HP が、やばい、取った、HP が、ナイス、帰ろ、帰ろ、帰ろ、HP が半分しかない、もう、ああ、死ぬ、やばい、やばい、死ぬ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 、撤退、卵取ったか、卵取ったか、撤退、撤退しろ、撤退しろ、OK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 、声キリン、声キリン出して、声キリン。乗れ乗れ乗れ、お前ら、お前ら乗れ、こいつらに、こいつらに乗って右クリックしろ。おー、あし、はい、よしよし、帰ろ。卵レベル何倍やった？34レベル。命がけでいって34かよ。でも俺らはな、こういう攻略の仕方するような。もう一回行こうぜ、じゃあ、うん、もう一回行って、もう一回卵取ろう、これもう味を占めてしまったからな。小雪リンで行ってさ、やばかったらさ、あいつら殺したったんちゃう。なめんなよ、マジで。バカタレがよ、俺たちはハザードスーツなしでゴリ押すんだよ。ゴリ押しような、やっぱな。ゴリ押しが一番楽しい。脳筋パワープレイ。ああ、ちま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 な、そういうの作ってられへんよな。なんでな、目の前にある洞窟を攻略するために他のディメンション行って宝石取ってこなあかんねん。お前ぶち殺すぞ、マジ。誰を殺すんよ。確かに。いけ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 、あ、いっぱいある、いっぱいいるけど、虫虫虫虫虫虫、もう奥行け、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 卵、卵探せ、卵、卵探せ、卵、卵探せ、卵を探せ、卵を探せ、まず発見。あー、ちょ、取れ取れ取れ、これ微妙な高さで届かへんわ。20、うん、取った取った、卵取った、卵取った、卵取った、オッケーオッケー、全員帰るぞ、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 帰る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 、出口どこ、やばいやばいやばい、食い切りも、俺もやばいかもしれない。引っかかった、引っかかった、引っかかった、どこや、出口どこや、あ、やばい、俺体力低下ってなってる、やばい、体力低下ってなってる、死ぬかも。あ、出口が分からん、食い切り乗れ、食い切り乗れ、食い切り乗れ、乗ってくれ、出口が分からん。そのまま僕もついでに凍らせてくれ、よし。あいつやばい、あいつ死ぬぞ、あいつ死ぬぞ、 あ、死ぬ、死ぬ、あ、あ、見つけたのに死んでもうた。俺たちが拾ってきたら大丈夫や。乗れ、これ二人乗りやから、うん、確かに、よし。裸の親父、もっこり乗ってます。救出されました。救出。編集中のヨイちゃん今驚いてるよ。俺がマジでミリやったからな、ほんまに。あと1秒遅かったら俺死んでたもん。いや、俺出口どこかわからんかった。いや、わかるわかる、俺も一瞬わからんくなって、やばかった。え、何？なんかドーンと落として、あいつ手榴弾投げてるやん。ありがとう。卵全然、18でした。36と20やな、俺が拾ったのは。これ、脳筋マラソン始まりますよ。いや、でもまだね、卵あったんよね。いやいや、あるあるある。あのな、てか、てかむちゃくちゃ素早く湧くよ、卵。濃い霧に乗りながら行ったらいいんじゃない？体力減ったら回復で。やばかったら、俺んとこ来いよ。 あった。
あ、お、お、てか55、55拾った、はい、拾ったけど、拾ったけど、ああ効率系にして卵1個拾った、卵1個拾った、よしよし、帰る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 、大丈夫大丈夫大丈夫、全然しない全然しない、これこれ防御が上がってるから、防御が上がってるから、殺せ殺せ殺せ、殺してくれ殺してくれ、お前ちょっとファイルキーに使って、ファイルキーに使って、俺死ぬ死ぬ死ぬ、ファイルキー頼む、ファイルキーに使って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 、見えねえ、危なー、ナイスナイス、クソ今めっちゃ危なかった、お前ら一旦帰ろうぜ、一旦帰ろう、一旦帰ろう、一旦帰ろう、オッケーオッケーオッケー、55かなんか拾った、なんか拾った、なんか拾った、うわレベル11か、弱いな、頑張って取ったのにこれか、これ希望ですよ、うん、マジでハザード装備作れない人はね、雪袋を持ってきて一人でうーんってやって凍っとけばいいから、こうやって、うん、いけ突撃、いくぞ突撃、第3波か第4波かは忘れたけどお、卵卵ある、11取る、取っとく取っとく、これ取っとくわ、俺こっち取っとくわ、11や、この高さがうざいな、うん、ちゃんと俺んとこ来るんやぞ、レベル4、4です、あでも取らないとあれやからな、100、185、185、 185? いた、いや、ちょっと待った、待った待った、お俺んとこ来い、俺んとこ来い、俺んとこ来い、ちゃんと、いや、あかんあかんあかん、ちょっと待って、ちょっと、なんで来へん、襲われてる、襲われてる、襲われてる、来いって、一旦来いって、あ、僕死ぬかもこれ、放射線で、卵のところに押し付けられとんねん、僕が、そのまま僕を回復してくれ、だいぶ、はい、あ、なんでお前の入らへんねん、俺もう一回やって、もう一回やって、もう一回やって、やり直して、死ぬ、もう一回やり直して、こういうギリン、あー死にました、もう一回行きます、こちらにこれどうすんねん、マジで、迎えに来てもらってもいいですかね、あ、てか1500秒間、この画面見なあかんの卵チェック、卵チェック行け、180、お前すごいな、嗅覚がとんでもないことになってるやんか、お前ここに卵ある、これお前らもう俺出口のとこにおるからな、動かずに、動いたらなんかさっきみたいになっちゃうから、11の卵や、11の卵か、頼む、もう止まっといて、止まっといて、はい、そのまま僕もついでに、よし、もう永久期間やんこれ、あ、行けよ、いいよ、行け、行ってこい、行くぞ、はい、行くぞ、ついに2000秒になった俺2120秒あるからな、これ185、きたー、ちょっと待って、卵、うん、きたはい、185、2つ、2つに180が1つ、じゃああと1つや、あと1つや、焼肉が尽きるまでこれいけるからめっちゃ腹減ってるわ、こいつ、てかもう180以上3つ揃ったね、これ、ね、いや、うん、もう185、もう1匹や、一旦こっち来い、一旦ちょっと、洞窟出るわ、じゃあ、ヨイチがむっちゃ奥で粘ってるけど、あれ死なんか、大丈夫か、お前、体力見てる自分の、頼む、回復して、でも今拾ったの100やったわ、100やったか、1時間や、うん、3600秒で1時間やろ、もう1時間やあ、やばい、100と思ってた、レベル190やった、おぉ190拾えました、190、185、2つ、もう十分じゃないか、181つ、一旦帰るか、じゃあ、一旦帰ろう、やったー、190、勝手に仲間行きへ、ロックドレイクの羽持って帰ってきたわ、お前だけやろうな、ヘゴマスタクス界でロックドレイクの羽持って帰ってきたなんかアイテムで回復ないんかな、いや、じゃあ雪ポリマー食ったら一瞬で死ねるよ、確かに1個あげる、はい、起こせ、いただきます、はい、あ、耐えた、一発、もう一回、うえぇユキポリマー一発耐えた同時にふわーつって死んでった、このおじさん2人、ご視聴ありがとうございました、陽一です、ハティ&スクロを討伐し、残る中ボスはスタインヨルンただ一匹のみ、これに勝てば窓際族は見事昇級、窓際族の運命やいかにということでやってきたんですが、ほとんどねロックドレイクの卵強奪回でしたね、ベイラーの時もそうだったんですが、本来はハザードスーツを作って安全に攻略しないといけなかったみたいなんですが、ゴリ押しこそドナゲの魅力だと思って楽しんでいただければ幸いです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました、励みになりますのでチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。じゃあのー。